開始して1時間半経ちますが、未だにお客さんゼロですね。ちょっと2人くらい前の職場の方が見に来てくれたんやけど、だいぶこう。コミュニティになるために君は機能を使用しております。こんばんは。ただいま、世界一の君は機能を使用しております。10分で必要になります。お願いします。ありがとうございます。ちょっと自分で夢を追いかけたくて、あの仕事辞めて今路上で何系の仕事。あ、僕レゴランドで働いてたんですね。レゴランドで。レゴランド、はい。レゴ8月31日まで、あの普通にパークで働いてました、ね。へえ。僕は最初あのレゴランドで働いてて、海外のレゴランドでずっと働きたかったんですけど、ああ子供と話してるうちに、子供ってめちゃくちゃ自分の夢語るんですよ。ああ、でそれに影響されて自分の夢ってなんなんやろうって思った時に、世界一周したいなって思って、うん、で世界一周するためにお金稼げる方法ないかなって思ったんですよ。あの旅しながら、うん、僕にできることってなんだろうと思った時に、靴磨きっていうのを思って、で靴磨きをしながら世界一周しようと思ったんですよ。靴磨きの勉強を始めた時にハマってしまって、靴磨きの職人さんに自分の靴磨いてもらってすごい感動して、僕も靴磨き職人になりたいと思って、10月16日から日本一周しようと思ってます。でその後に靴磨きで世界一周しようと思ってます。すげえ。でそれで帰ってきてから、あの自分のお店を持ちたいなって思ってて。ああ、いつぐらいに帰ってくるんですか。帰って2022年の夏頃に自分のお店をオープンできたらいいかなって。でその世界一周してる間に、要するにお金を稼ぎながらなんですか。そうですね、それはどっちかというと旅の資金を稼げるっていう感じですね。貯金、今の僕の貯金残高じゃ世界一周回れるほどのお金がないので、どうしようと思った時に世界、あの靴磨きっていうのが思いついて勉強し始めたっていう感じですね。今はもう磨くのがすごい好きで、言葉が駅の名古屋駅の反対側で、はい、こっちに来る機会って本当なかったんですけど、本当にたまたま来て。あ、そうなんですか。なんかやってるわっていう感じですか。いや、あのたまたま、はい、携帯のクーポンで、はい、あのご飯屋さんのクーポンがあって、そこに行こうと思って、はい。お仕事は何されてるんですか。鉄道関係。あ、そうなんですね。で今飯食って、はい、でそのクーポンを使うのに職場から片道20分ぐらい歩いて。ああ、そうなんですか。で大通りかかったらお兄さんいらっしゃる。お兄さんいくつなんですか。25歳。若い、まあ、現在25歳の無職という感じですね。いやいやいや、夢を追いかけてるっていうのは夢を追いかけてる、はい、全然関係ないですよね。なんか遠回りしたのかなっていうところも思ったりはするんですけど、逆に僕レゴランドで働いてなかったら絶対自分がほんまにやりたいことって挑戦できなかったんで、ほんまに子供たちに勇気もらって今があるかなって思います。最近あんまりこう前向きになれなくて、はいはいはい、なんか現状維持がいいやみたいな、なんかあんまり良くない方向かなと思って、はい、保守的な人間になってきちゃって、はい、なんか良くはねえなっていうのは思ってたんですけど、なんか今日お兄さんとしゃべって、なんかやり続けることが大事なのかなって思ってました。今何年くらい働かれてる。あ、もう大学卒業してからなんです。7年ぐらい。あ、そうなんですね。でも今の仕事は好きっていう。あ、小さい頃からやりたかった。鉄道側も鉄道関係が好き。あ、そうですね。電車を運転したくて。はいはい。あ、運転手さんですか。電車は、電車運転手さん。別に鉄道とかじゃないんですよ。はいはいはい。僕らはなんかもう当たり前のように電車乗ってますけど、何千人何万人っていう命を預かってますから。何万人の時間も預かってますもんね。時間も僕らはもうほんまに当たり前のようにいますけど、こうやって初めて鉄道運転手さんと話す機会やったので、
なんか改めて感謝しなあかんなって思いました。なんことはないですけど。アルコールですね。いや、これはもうほんまに水っすね。まあ僕ワックスつけたんですけど、ワックス固まってて水でちょっと溶かしながら綺麗にしていくっていう感じですけど、でもつけすぎると靴が傷んじゃうので、ほんまに数滴ずつ塗って、これが一番僕は好きな作業ですね。靴磨きは最後の仕上げになるんですけど、ありがとうございます。総称が、そうです、名前が総称っていう、総称さんっていう本名ですか。本名です。でレゴランドからランドですか。ランド取りました。グループ会社です。僕の中では連結ですね。お兄さんの中では、はい、靴磨きの先には何があるんですか。僕は靴の輝きと未来の輝きは比例すると思ってて、おお、それはなぜかというと、なんか大きな勝負するときって僕は絶対靴見ると思うんですよ。目に入ると思うんですよね。でその時の靴の輝きを見てどう思うのかっていう、僕は思うんですよ。告白するときとか、社内でプレゼンするときとか、なんか試合の行く前とかの時に見たときに、あ、この靴自分磨きながら明日頼むぞって思いながら磨いたなとか、もしお兄さんだったらなんか自分の目標とか言いながらこうやって磨いてもらったなって思った時に、ふっとモチベーション上がったところで結果って絶対変わると思うんです。できないわけがないかと思うかは、その靴の輝き見た時のモチベーションを上げる装置にしてもらったら僕は嬉しいなって、そういう心意気で靴磨かせてもらってます。僕は靴磨く時に自分の夢も語るんですけど、お客様の夢を聞きたくて、その時に僕も一瞬の思いになって、この靴がそこへ連れて行ってくれるようにって気合い入れながら磨いてるんですよ。なんでまた明日から辛い時とかあると思うんです。その時に靴見て思い出してもらったらいいかなって思います。すげえデカデカさせてもらってありがとうございます。いえいえ、よかったです。ありがとうございます。すごい経験がありました。ありがとうございます。すいません。はい、あんまり良くない。今帰ってきました。今日は、だいたい18時から11時、5時間、名古屋駅で追って、なんと4人の人の靴を磨かせてもらいました。まあ最初10人って言ってたところの、まあ目標にはちょっと達成しやんかったんやけど、まあデビュー戦にしては、まあ良かったんじゃないかなと、合格ラインじゃないかなと思います。靴磨かしてもらって自分の経験も間違いなく上がったし、その磨いてる時の、磨かしてもらってる時のお客さんの話もすごいためになって良かったなって思います。あとはまあそれ以外にもなんかやっぱりクレイジーな俺でも結構路上に出て、なんかこうサイネージ持って声出すのって結構緊張すんねんけど、最初ほんまもう全然声出へんかった。なんか初めてクラブ行って全然女の子に声かけられへんみたいな、ちょっとなんかおどおどしてたんやけど、まあずーっとやっていくうちに、あとはなんかみんなから来るメッセージとか、頑張ってねっていうことを思い出して、もうそれをエネルギーに変えて、頑張りました。ほんまに今日5時間も路上いて4人の人の靴も磨かしてもらったのは、ほんまにこれを見てくれてる、皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。確実に今日世界一の靴磨き職人への道の一歩、大きな一歩を踏み出したので、次も頑張ります。